はい、皆さんこんにちは。フォーゲーム編集のオレッチです、本日はですね、こちらじゃん、手のひらわんこを紹介したいと思います。早速ゲーム開始。本作なんですけど、ワンちゃんをですね育てていくっていう、まあ、癒し系の、かわいい癒し系の育成シミュレーションゲームとなっております。で、ちょっとこれも始まっちゃってるんですけど、うちの愛犬ムサシです。おいで。これダブルタップすると寄ってきたりするんですけど、で抱っことかできます。かわいい。で、写真も撮れたりとかしますね。で、いろんなことができるんですけど、基本はですね、餌をあげることと水をあげることとお風呂に入れてあげることっていう3つが大事になってきます。じゃあ例えば餌をあげるときなんですけど、このバックっていうボタンで空洞とかを選んであげると、ちょっと今あの一番上のゲージ出てるのが、これが空腹値なんですけど、今満タンなんでお腹いっぱいなんですけど、これが空腹値が下がってる時に、餌をあげると経験値が入ってきます。はい、満腹になってくれましたね。で、この他にもですね、綺麗な水ですね、左下の綺麗な水、これを選択してもらうと、これはまた上に水のゲージがあるんですけど、で、こう水を飲んでくれます。で、今満タンなんですけど、これが減ってる状態で飲んでくれると経験値が獲得できます。で、このようにですね、なんかこういろいろなミッションがあるんですけど、このミッションをクリアしていくと、このようにコインがどんどん得られます。で、他にもですね、もう一個シャンプーですね、この左下からの3番目のやつ、シャンプーを押すと、また同じようにこう上にゲージがあるんですけど、このゲージが減ってる時にやると経験値が入るんですけど、こう実際にこうワンちゃんをですね、こうモフモフしてあげると、あ、気持ちよさそう。そうするとこうしてシャンプーを消費しながらですね、はい、十分に綺麗ですっていう感じになります。この3つですね、この3つが基本のアクションというか育成のポイントになります。で、この他にもですね、家具を設置できたりもします。今ですね、すでにこのソファーが置いてあるんですけど、この他にも椅子をこう設置できたりとか、どんどんこの部屋の中のレイアウトを変えることができます。で、実際これを置いておくと、こう虫眼鏡みたいなマークが出るんですね。で、ダブルタップすることで、こうワンちゃんがそこでアクションを取ります。セイ。で、ワンワンってなると、こう、コインが得られます。今も虫眼鏡のマーク消えちゃったんですけど、一定時間経つと、また虫眼鏡のマークがついて、コインをもらいます。はい、まあ、基本はですね、このワンちゃんの可愛さを眺めながら、ワンちゃんの経験値を貯めたり、お金を貯めたりしながら、こう家具を増やしたりとかするゲームですね。で、あとですね、さっきちょっとあったんですけど、こうダブルタップしたワンちゃんを呼んで、可愛いやんと。で、この後ですね、この後に特技をやらせることができます。で、例えばお座り、あ、さっきやっちゃったからできないですね。まあ、立ってもらってから、お座り。で、このように A から B にお座りすると、お座りが成功します。で、そうすると経験値が得られます。で、こういう経験値を得ながら、ワンちゃんを成長させていきます。そしてですね、この他にも、庭に出るとですね、ワンちゃんと遊ぶことができます。例えば今持ってられてもちょっと少ないのであれなんですけど、縄跳び、これを選択するとですね、画面でジャンプ、縄に触れるとゲーム終了。要は普通のこのミニゲーム的なのが遊べます。で、このミニゲームに応じて経験値とか
あとなんか長くなるポイントとかが得られます。これ実は結構これ得点10ごとにこう速度が上がっていくんですけど、50点超えたあたりからなんか変速速度とか言ってなんかこう遅くなったり速くなったりするのがあるんですね。やばい、あのね、でこれ実は地味にちょっと難しいんですよね。今61点までいったんですけど、なんかミッションの内容的には50点以上100点以上っていうのがあるんで、次は100点を目指したいんですけど、さあそろそろ来ます。次で変速モード、やばい、危ねえ、やばい、あっていう感じで、あの縄跳びのゲームも楽しめたりもできます。もう一度プレイしません。はい、といった感じでですね、ワンちゃんと自分の愛犬と戯れながら自分の意見を育てていくというゲームとなっております。なんかこう本当ほらもうこんな寝てる姿とかめちゃくちゃ可愛いんですよ。でまあ癒されること間違いなしなので、ぜひぜひね気になる人は楽しんでみてください。はい、今回の紹介は以上となります。お、起きた。それではまた別の動画で、バイビー。